おいおい、こんなに山奥なのか。パイプは見つけたけど、地図を見てもよくわからないな。そこで何をしている？うわ、なんなんだぜ。あ、お前は、眠の。うん？この前の魔法使いか。こんなところで何をしている？とりあえずナタを下ろしてくれよ。ああ、悪かったな。それでどうしたんだ？実はな、カクカクシカジカなんだぜ。ほう、あのウサギめ大変そうだな。なんだ、テイを知っているのか。あの源泉の土地をウサギに売ったのは私だからな。え、そうだったのか。じゃあ何か知っているんじゃないか。知らんな。ちょっと地図を見せてみろ。ほらよ。ふんふん、なるほど。どうやら問題があるのは私が売った土地のようだ。どういうことだ。この辺りの土地はいびつな形をしていてな。おまけにこの通り森だからどこまでが誰の土地かわかりにくいんだ。どうやらもともとあったパイプは他人の土地の上に設置されていたみたいだ。もともとあったってどういうことだぜ。昔は私が温泉を使っていてな。その時設置したパイプを土地と一緒に売ったんだ。ふーん。じゃあその時に設置したパイプが他人の土地の上にあったってことだな。そういうことだ。ウサギには悪いことをしたな。それでそのパイプはどこにあるんだ？目の前にあるやつだよ。そうだったのか。で、どこからどこまでなんだ？目の前にあるパイプのせいぜい1メートル分くらいだよ。たったそんだけかよ。言い訳じゃないが、本当にこの辺りの土地は形が複雑なんだ。私も今知ったよ。そうか。もう一つ聞きたいんだが、この土地は前からヤクモの土地なのか。いや、違うわよ。もともとは他の所有者のものだった。そういえばこんな利用価値のない土地が、売れたと喜んでいたよ。1年前くらいの話だよ。前の所有者とは知り合いか。ああ、ここに住んでいる奴は少ないからな。ここら辺に住んでいる奴は全員知っているよ。そいつの話も聞きたいな。今回の件は私にも責任があるからな。案内してやるよ。そうか。ありがとうだぜ。じゃあ、行こうか。おい、てぃ。て、どうかしたのか。ああ、おかえりマリサ。何かわかった。まあな、それよりどうしたんだ。何かあったのか。それが裁判所からの招集通知が届いた。ゆかりは本当に訴えてきたんだ。昨日来て、もうこんなものが届くなんて。やっぱりそうか。やっぱりって何さ。いいか、てぃ。結論から言うと、ゆかりはお前にこの土地を買い取らせようと、1年前から計画していたんだ。なんだって、それはどういうこと？ゆかりが買い取った土地の前の所有者から話を聞いたんだ。その人の話によると、ゆかりはこの温泉のパイプがその土地の上にあることを知って買い取ったそうだ。これが1年前の出来事だぜ。前の所有者は利用価値のない土地だし、隣人のよしみで何も言わなかったそうだが、ゆかりはそこに目をつけた。今回の訴えた速さからしても、ゆかりの行動は計画的だと思うぜ。そんな、じゃあ、もともとゆかりに狙われていたということなの。私がちゃんと確認しなかったから。とにかくこのことを訴えるしかないぜ。そうだね。俺より改定します。被告人、前へ。はい。原告は訴状を読み上げてください。原告は被告に本件土地を1000万円で買い取ることを要求します。また、被
被告が本件土地を買い取らない場合、本件土地上にあるパイプの撤去を要求します。本件土地は原告所有の土地であり、被告は不法に本件土地を占拠しています。それでは被告に尋ねます。被告は原告の土地を不法に占拠していますか？これはダメだ。どうしました？ああ、不法に占拠しています。ふむ。では、原告の主張は正しいようですが。ちょっと待ってくれ。あなたは、被告の弁護士だぜ。そうですか。マリサ、ちょっと待ってください。本当に弁護士なんですか？この弁護士バッジが見えないのか？マジで、弁護士の参加を認めます。ぐぬぬ。まあ誰が来ようと私の優位は変わりませんわ。裁判長、被告が不法占拠していると言ってもそれはわずかな土地だけだぜ。それにその土地は山奥にありほとんど利用価値はないぜ。現在も利用されていないしな。1000万なんてぼったくりだぜ。そうなのですか。それは、さらに、パイプを撤去するには莫大な費用がかかるぜ。この費用を払ってしまえば、宇佐月温泉の存続は不可能だぜ。多くの従業員がいるから、宇佐月温泉が消滅すれば多くのものが不幸になるぜ。それでも私の土地を他人に使われる理由になりませんわ。ふむ。やっぱりダメか。裁判長、原告はこの土地の上にパイプがあることを知ってこの土地を買ったんだぜ。そうなのですか。なんで知ってる？証拠はありますの？証拠は前所有者の証言だぜ。ふむ。わかりました。ちょっと待ってください。その証言は信用できますの？私に嘘が通用するとでも？それでは判決を言い渡します。頼むー。勝つのは私よ。土地の所有者は自己の土地の使用を侵害する者に対し、その妨害の排除を請求することができる。うわぁ。しかし、その損害はわずかであり、妨害排除には莫大な費用がかかる。この場合において、侵害の事実があることを知り、これを幸いとして当該土地を買い取り、妨害の排除を請求する一方で、不当な対価でこの土地を買い取らせようとすることは、正当な権利行使の外形があるだけで、これを救済するには値しない。すなわち、この権利行使は権利乱用であり、原告の請求を棄却する。やったー。勝ったよ、マリサー。よかったな、て。不愉快ですわ、帰ります。全部、マリサのおかげだよ。ははは、私にかかればこんなもんだぜ。ありがとう、マリサー。それでは閉廷します。